私はですね、家族をお家に置いて私だけ子供たちの服があれよ、サイズアウトとかになって、結構ない状態なんですよ。なんか引っ越しの準備とかもしてるから物を減らしてるんだけど、でもこう最低限の今必要なサイズの服とかが全然ないから、子供たちの分ちょっとこの家にいない間に、家にいるとどうしても雑音がいっぱい入るから、子供が寝てる時とかじゃないとこう上手にさビログできなくってね、気持ちるし、で私今車の中で一人だからちょっと画が変わらなくてつまんないかもしれないんだけど、ちょっとアップデートさせてくださいね。家が決まったんですよ。でね、家決めるのすごく大変で、多分ハワイに住んでいる方とか住んだことある人とかはすごい痛感してくれると思うんだけど、すごい大変だったんですよ。まず私たちの身がまだハワイにないから、こっちにいる状態でのお家探しだったから、例えばその探しているサイトあるじゃないですか、不動産のサイトとかで見つけて、そのエージェントの人に連絡すると、電話かかってきたりするじゃないですか。でじゃあいつ見に来たいって言われるわけですよ。でいやーとか言って、私たちまだそっちに住んでなくってみたいなって言うと、結構言われたのは、顔を見ないで貸すことはできないのごめんなさいねって結構言われることが多くって、やっぱり何、信用とかもね、そういうのが大事になってくるわけじゃないですか、家を借りるときっていうのは。だから顔を見ないうちに契約を済ませることはできないって結構言われちゃったりとかして、あと面白いなと思ったのが、なんかうちの旦那がこのツアーを申し込みたいって言った時は連絡が来なかったけど、私が連絡してツアーを申し込みたいって言った時は連絡が返ってくることとかあって、それって多分結構なんか私のお友達、ハワイに住んでるお友達とかが言ってたけど、なんか日本人はすごい信頼されてる、日本人はすごいハワイで信頼されてるからって信用が厚いみたいな感じで言ってたから、それなのかな、それかタイミングだったのかなとかはわからないけど、その私の名前がのぞみだから、それで、ね、同じタイミングで連絡しても私の方には連絡が戻って帰ってきたりとかするから、もしこの先ですよ、ハワイに住む方とかで参考にしたい方とかは、結構自分の日本の名前をガンガン押していくのいいかもしれないですわかんないけどね、私はなんかそれを感じ取りました。あとそれとお家を探してる時に分かったのは、私たちは賃貸でお家を見つけたんだけど、賃貸で探してて分かったのは、お家がまあ高いわけなんですよ、賃貸にしてもね買うにしても賃貸にしてもすごいまあ高くって、家がさちょっと小綺麗で新しくって高いっていうのは分かるけど、本当に古いお家がまあものすごい高かったりとかするわけなんですね。なんかそれでも私は全然古いお家とかでも全然 OK だったんだけど、なんでかっていうと、そのハワイの古いお家ってすごい日本を漂わせてくれて、もううちのおじいちゃんおばあちゃんちの家を思い出すわけなの。本当になんか三角形の屋根で、でなんか家と家同士がこう石あるじゃないですか、あれで区切られててとかで、なんかなんだろ う, こう家それぞれでその間取りが全然違くって、
例えば家入ってすぐキッチンの家もあれば家の奥の底にキッチンがあったりとか、もうそれぞれお家によってデザインとかも全然違うわけなんですよね、間取りの。なんかタウンハウスとかになってくるとまあ全部一緒なんだけど、古い家に関すると結構全然バラバラで、で面白いんだよ、本当に本当に面白いの見てると。でシャワールームとかお風呂とかになると、あの石のさタイルみたいな石をコンクリートかなに埋め込んだ形の、あの浴槽っていうか、なんていうの、お風呂場なので、うちのおじいちゃんおばあちゃんっていうかそれだから、もうわーおみたいな、懐かしいみたいな感じで、うん、本当に古いお茶も本当そんな感じで、でなんかあの壁とかも、お家の壁とかもなんか薄い木の壁みたいなとかで、もう懐かしいみたいな、超なんか OK、 全然 OK でね、あれですよ、やっぱりね、ハワイは日本人がすごい住んでるっていうのもあるし、芸能人がすごいねバケーション取りに行くっていうのもそうだけど、本当に昔から、まあ、戦争の時代からですよね、その日本との交流が多いし、まあ、日本からも近いアメリカだし、あのすごい日本の文化がものすごく根強くあるところで、ハワイは本当にだからね、すごいなんか日本人が住みやすいって言ってるのとか分かるなって、もう家探してるところからすごい感じ取ってます。あ、ちなみに一度もハワイ行ったことないんだけど一度も行ったことなくって、グアムは行ったことあるんだけど、ハワイ一度も行ったことないんですよ。そうなんだけど、すごい分かる。お家を決める時の不動産屋さんとかも名前が、苗字が日本の苗字とかの方とかが多くって、まあ、3世とか4世とかなんかそんな感じで日本の苗字をキャリーしてる人たちが結構たくさんいて、それとかもなんかすごい、あ、もう日本がすごい根強く残ってるなみたいな、本当なんかもう半分日本みたいな、なんかそんな感じがすごくすごくしております。あとお家を決めるときはやっぱり実際そこに行って見てないから、その携帯とかでフェイスタイムとかでなんだっけ、オンラインビューイングをしてくれたんだけど、やっぱりね、今のこの時期っていうのもあって、不動産屋さんもコロナの影響だからとか言って、たとえそのなんていうのかな、自分の身がハワイにあったとしてもオンラインビューイングやっているところが結構多かったから、そういった意味で結構なんていうのかな、やりやすかったんだけど、で家をね探してて気づいたことたくさんあるんだけども、いいじゃんここって思うじゃないですか、そのサイトとか見てて写真とか見て、おここいいじゃんみたいな、で詳細欄とか読んでも、おいいじゃんっつってシングルファミリーハウスとか書かれてるじゃんみたいな、だけど Google マップで実際の家を見てみると、多いのが2階建てで2階の上の方を貸してて、下の方はそのオーナーが住んでるとか、結構そういうタイプのも多いし、あとは、それこそ本当にシングルファミリーハウスって書かれてて、詳細を見ても詳しいことはそこまで書かれてないからシングルファミリーハウスなのかなみたいな、でその Google マップで写真を見たりすると結構違うんだよね、なんか大きいお家で、なんていうのかな、庭とかもものすごく 大きいから、そこにその庭にそのなんていうのかな、ゲストハウスみたいのを建てて、でそこでその庭をもう区切って、本家の家とでそのわかる、ゲストハウスとして建てた家を賃貸にしてるところとか結構あるから、なんかそれだからね選ぶの大変でして、なんか写真から見て、あ、この家一軒家じゃんみたいな、で詳細のとこ見ても一軒家って書かれてる、 OK、 これだったら誰かが下に住んでるわけでもなく、子供たちがさね、うるさくなっても別に苦情とかも来ないし、で庭もくっついてるなとかを言って、だけど Google マップとかで実際の家をね見てみると、なんだろうかな、そういう風にこのさ分かれてる家だったりとか、なんかそんな感じで結構そういうのが結構多かったです。だから
私たちみたいな感じでお家を選ぶ人は結構そこら辺とかも気をつけて、詳細に書かれてないこととかも多いから気をつけて選んでみるといいと思います。本当にそれが物語ってて、なんかやっぱりハワイはあの何事も全て高いから、もうそうやってこうなんていうのかな、あのインカムを増やすしかない、そのお家を貸している側も。だからまあそう大変なんだなっていうのがすごい分かるけど、そう、そんな感じですよ。で、私たちがこれから引っ越すお家は、あれなんですよ。オーナーさんが1年経ったら帰ってきたいって言われてて、だから本当1年契約ねって言われてるんですよ。もう強いて言えばそれより早くでもいいよみたいな感じで言われてるから、本当にきっぱり1年、それかもしくはもうちょっと早めに出る感じになるから、逆にラッキーかなみたいな、うちら的には。もうあれですよね、家賃を11年間払った金額を見てみるともうがっくりっていう感じじゃないですか。だってそのお金を自分の買うお家に当てれたわけだから、そうやって考えていくとやっぱ家買った方がいいんだよね、最終的には。まあハワイの家すごい高いけど、まあそういう風に考えてる方向性で、まあ1年よりか早く出てもいいって言われてるから、まあとりあえずね、今こっちからあっちに引っ越すっていうところで、なんていうの、住所はもうあるから、住めるっていうお家はあるから、まあ、コロナの関係もあって、そのなんていうのかな、私たちが引っ越す時に2週間のあの自粛生活をしなきゃいけないんですよ。家に2週間もね、いなきゃいけないってなると、やっぱり子供たちにはものすごくストレスになるから、そういった意味でやっぱりあのお家を確保できたことはすごい安心、私たち的にも安心だし、庭でなんかやることあるし、であっちに移動してから家を決めるっていうのはやっぱり不可能だったから、もうこうするしかなかったんだけど、まあ誰かさん の参考になって嬉しいです。これからハワイに引っ越すとか、あとなんだろう、あ、そう、私のビデオ見てくれてる方でも、これからハワイに引っ越しますっていう方とか、移住を考えてるっていうことっていう方とか結構いたから、そう、よかったら参考にしてみてください。本当にこのね、コロナですごいいろんなこと影響が出てるから、まあ、超大変なんだけど、でもはい、私はこれからこの Once Upon a Child っていう、スリフトストアに行ってきますよ。 OK? じゃあね、私が大好きなところだよ。 エディソンが18ヶ月くらいのやつを見つけない。フローリーの服、フローリー、このさ、エイジアストア、まあまあまあゲットで、すごいさ、ゲットだって、エイジアストアってそのお店によるんだけど、ゲットのとこすっごいゲットで。アジアンスーパーに来ると結構
健康でね、ヘルシーなものを気をつけたいけど、でもなんかこう売られてるものは結構加工系、加工食品系とかオーガニックも少ないし、 GMO を使ってないノン GMO の食品も少ないし、だから結構選ぶのに迷うんだけど、でもさ、自分のルーツをたどるとさ、私はほら、そのなんていうの、1987年に生まれて、でそこから普通の日本の何家庭で育ってるから、もちろんあのラーメンとかそのカップラーメンとか食べたしね、なんかホットケーキとかもそういうなんていうのかな、ホットケーキの素みたいので作って、そういうのとかを使って育ったお家だったから、まあ、大体のね、私のなんていうのかな、世代の人で、あの子供の頃ってそういう風に育ってきてるのよ、みんなだと思うし、まあ、何みんながみんなじゃないと思うけど、そういう感じじゃね。だからそれで育ってきてるから、やっぱりその育った時の食べ物を食べたくなるし、作るし、でなんていうのかな、そういうさ、ホールフーズとか行ってオーガニックの食材とかを使って、似たようなものとか、まあね、同じものとか作ることもできるけど、ものによってはさ、ね、すごい体に悪いんだけど、あのラーメンなんだよとか、なんかあのラーメンのあの麺が食べたくなるとかさ、そういう時とかあるんだよ、あるので、私が今食べてるこのアイスクリームも、これモナカじゃんじゃん、でさ、これさ、このあんこの部分なんとかなんてさ、多分さ、あれよ、遺伝子組み換えとかそういうの関係なく作られてるやつだと思うんだけど、こういうのを見るとやっぱり食べたくなっちゃうよね。だからさ、私がさ結構買う食品がホールフーズとかに行って、オーガニックのお肉だけとか気をつけて買うようにしてるけども、でもその私のルーツはほらね、あそこから来てるからさ、どうしてもすごい体に悪いカップラーメンとかすごいたまに食べたくなったりとか、あとお肉とかもさ、こういうエジャンの スーパーマーケット来ると薄切りのお肉とかが売ってるんだけど、オーガニックの薄切りのお肉を見つけるのは結構大変なんですよ。で、なんか多分スーパーエイジャーママとか、なんかこっちに住んでいるスーパーなエイジャーママとか、多分お肉を切る機会をもうお家にあって、で、なんかそういうなんていうのかな、大きい塊のお肉を買って質のいい大きい塊の肉を買ってお家でスライスしてる人とかいるわけだから、でも私はまだそこまでじゃないし、やっぱり薄切りのお肉食べたくなるときとかはこういう何、エイジャンスーパー来て、でやっぱ薄切りのお肉とかは買うから、そんなになんていうのかな、パーフェクトに、なんだろう、してるって言ったら全然そうではないんですよ。なんかやっぱりそのさ、買い物に行くときだけ取ったりとかして、その日がね、なんていうのかな、そのオーガニックのものが結構手に入った日で、安く手に入ったりとかさした日で、でなおかつ何、いっぱい買った日とかだと、なんかああホープさんってオーガニックのものしか食べてないんだって見えるかもしれないけど、でも大体あれなんていうの、バランスを取ってるというか、そういう薄切りのお肉とかを食べるけど、でもオーガニックのお肉も食べるし、でお肉を食べない日も全然あって、お豆腐とかで済ませる日もあるし、お肉食べない日もさ週に何回もあるしとか、そういう話ですよ。うまっ、何これ、そこが難しいよね。なんか今の時代育っている子供たちは多分さ、この先の将来もっとこうね、自然派な、何、体にいい食品がもっとスーパーで手に入る時代になってくると思うけど、今なんかそれのさ、移動している時代じゃん。なんかあの悪かった食べ物をどうかこう、なんていうの、同じ味でだけどもっとこうヘルシー志向で、ね、体にいい方向でみたいな感じで、会社とかもさ、いろいろいい商品をこう作り上げている最中なわけじゃないですか。もう世の中に出てるのもたくさんあるし、だから私が思うに、私たち世代はそこをバランスよくやって、あんまり
こう体に良くない食べ物とかを意識的に買わないようにして、だけどやっぱりルーツとかがあるからどうしてもね食べたくなったりとかもする。そういう時は我慢せずに食べようぜっていう話っすよね。そうやってねバランスをよくやっていかないとストレスが溜まっちゃうから、私多分そこのねバランスね最高にあの上手なタイプだと思う。こう型にはまらずに考えれる。だから多分人によっては真ん中にぶら下がってる感じで嫌だと思うんだけど、なんか中途半端じゃないみたいな。でもそんぐらいがちょうどいいんだよ。まあ時代的にもそうよね。そういう感じの今の時代はそういう感じで真ん中にぶら下がってるぐらいが生きやすいんじゃないかとも思います。だからって別に中途半端な人間じゃないからね。もうこうやって車に乗って運転してるからいろいろぐちゃぐちゃ私喋るけどさ、中途半端ではないからね。あとね、どうしても私がやってしまうのがですね、夜中にお腹が空くと食べたくないじゃないですかね。ただ寝ればいいんだけど、でもなんかこう起きてちゃって、でもお腹空いちゃう時に私がよくやってしまうのがですね、あのモッパン見ちゃうんだよね。 YouTube でモッパンをメラメラと見ちゃうわけですよ。共感してくれる方手を挙げてくださいね。モッパンを見ちゃうわけで、そうするとどうしてもやっべえ麺が食べたいとかそういう気持ちになるんですよね。なっちゃって、だからねあれなんですよ、うちはあの家にあのなんていうの、そういうよく体に良くない食べ物の大量買いとかあの買い置きみたいのはしないようにしてて、本当にそれこそある晩夜更かししちゃってなんか起きてちゃって、でモッパン見ちゃってすっげえもうやばい超クレイビングで食べたくなっちゃったみたいな時に、店に走るみたいな。この子を見せてあげましょう。この子を見てください。なんでこうなった？お姉ちゃんと遊んでこうなったの？お姉ちゃんと遊んでこうなったね。何？おっぱい？OK。 こんにちは皆さん。ここに行ってきました。 Once upon child で、ちょっと落ち着いたから買ってきたものを見せようかなと思って、まず1個目でございます。これはエディソンのパンツでございます。値段は5ドル50セントでございました。かわいい。次も似たようなパンツですが、これは赤です。5ドル50セントどうでしょうか。次黄色ですね。なんか今日 すごいなんか赤い実のある暖かい色を結構選んでしまった。これこのパンツもエディソンの、これはびっくり、これ2ドル50セントでした。なんか全然傷んでないししっかりしてんのにすごい安かった、ラッキー。でこれもまた赤系を買ってしまった。これはエディソンの T シャツ、かわいいでしょ。3ドル50セントでございました。そしてまた何このサーモンピンク続き、かわいくない？だってあのぐらいのさ小さいさ男の子がさこういうサーモンピンク着てるの超かわいい。そうこれ4ドル50セントでございました。なんかハワイに行くんだからって言って長袖はもう本当に
ないんですよ。で、ジャケットとかももちろんもうあのドネーションしたんだけども、で、それででもなんかハワイにやっぱり行くから、ハワイに住んでいるビロガーとかをチェックしたら、あの子供のいる人とかのやつも見ても長袖着てたりするから、で、中にはセーター着てる人もいたから、あ、やっぱり時期とかそのね、あの何夜とかになったらやっぱり長袖着るんかみたいな、まあ、とりあえずそれでこれ1枚だけ彼の長袖買ってあげて、で、これはねすごい悩んだのよ。これは娘のやつなんだけど、 OK、 なんかさデザインが超古いかなと思ったんだけど、ここに可愛いお花がついてるわけ、ハイビスカスの。なんかこれを見た時にね、あーすっげー可愛いと思っちゃって、で、それで買いました。かわいい、これフロリア着るのかわいい。これは多分なんだっけ、飛行機の中であの寒くなるかなと思って、絶対寒くなるじゃん、だからそれでそう買ってあげたの、フロリーに。で、これ息子エリソンの水着でございます。これはビデオでも撮ってたやつなんだけど可愛かったから、これキャミに買いましたよ。これは3ドル50セントでした。安い。なんかだんだんなんか私が着れるぐらいの大きさになってきてるよ、もう。で、あとこれとか、これもキャメロンの T シャツなんだけど、これも2ドル50セント。なんかこの時期に行ったからもう夏物がセールになってて、で、こう長袖が出始めるじゃないっていう時期だから安くなってるかなと思って見たら、ほとんどなんかいい感じの夏物は裏にしまってる、多分。で、多分次のまた夏のシーズンにも出してくるっていう感じなんだと思うんだけど、全然なくって、本当に。で、特にこのああいうところって3歳ぐらいまでの洋服がすごいたくさんあって、で、可愛いのがたくさんあるんだけど、やっぱりそのゼロ生まれてから3、4歳とかになると、もうすぐもう3ヶ月とかでお洋服着れなくなるほど成長が早いから、多分それでたくさん、なんだろう、服がたくさんあるんだけど、そ今日もう行った時は夏服が結構しまられてるな、なんか裏の方行ったなっていうぐらい量が少なくって、で、出てたのはそうこんな感じだったんだけど、まあいい買い物でしたね。満足満足。